おじいちゃんは原爆の当時の日はね、一番の汽車でね、広島にいつものように出かけたんです。10日ぐらい経って初めて帰省してきたんですよ。その時にね、何にも言わないの。なんか爆撃があったぐらいでね。広島まで行ってみたら、何にもない。人間もいっぱい殺されて、見たらみんな死にそうな人ばっかりなのよ。ラジオもないし、テレビももちろんないしね、もう全然情報が入らなかったから、どん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 そういう形で死んでいったのが内部被爆。そういうの全部ね、アメリカの軍隊の機密である。置かないからみんな黙っちゃった。利用しおるいうことは死の道を捨てられないんですよ。内部被曝は害が及ばないから誰も何ともないんだというふうに話されると、何も知らないくせにこんちくしょうって気になるんですね。私の知っとる範囲はちょっとしかないんだけど、やっぱりそれを言わなきゃ。私がそんなことを言おうたんじゃ誰も言わんじゃない。